はい、これはですね、ランドローバーの車でして、デフェンダーというね、車です。で、こういうふうにスペックとかこういうふうに書いてあるのがね、非常にこの手の車のいいところだなと思うんですが、あとこの写真なんかもいいですね。で、私はこの短いタイプのやつを持ってたんですが、まあ、F ライトさんとか、ヤマダモーターさんとかがですね、まあ、マジュレットのなんか新車が出てくると、まあ、買ってくるんですが、まあ、納車してくるんですが、まあ、それの、ものをこう参考にしたりしてるんですね。ということは多分おそらくが、まあ、YouTube でそのミニカーの動画を上げてる人、いろんな人たちがいるんですが、まあ、その人たちの動画を見て何らかの人たちが、まあ、大人から子供にまで影響を与えていて、でそれであこういう存在があるんだというのを知ってて、でそれがまだ発売されている、新車で発売されているのであれば、まあ、どこからか買ってこようということで、多分どこからか買ってきたというふうなことが多分結構行われてるんじゃないかなと思うんですね。でそれで自分もやっぱりそういうふうなもので誰かが買ってくれたというのもね、過去にありましたし、まあ、例えば、ヴィンテージのなんかバスを紹介したんですが、まあ、それをそういうものがあるという存在を知って、でそれで、まあ、いろんな店を探していったら、たまたまその中古で、リサイクルショップで売ってたので、まあ、それを買いましたというふうに、まあ、誰かの、まあ、参考になったということで、非常にありがたいなというところではあるんですが、まあ、それの、ですから、まあ、フライトさんとかね、ヤマダモーターさんにはありがとうございますという感じで、自分もやはりそういうふうに誰かの役に立って、くださるような人がいれば、心強いなということでございます。でこれはランドローバーの、デフェンダーというものでして、これは1983年、ランドローバーシリーズ3にマイナーチェンジにあたり、ランドローバー90、110等の車、それぞれの数字はホイールベースをエンジンで表したもので、車内のように広告はマニュアルにも記載されていた、ラジエーターやグリル状のバッジにも搭載された。1989年、業務用としての機能性向上のため、バー、ピックアップ、キャブシャーシーに127インチホイールベースのランドローバー、127が付いています。90、110、127が揃った時点で、ランドローバーの他のモデルは高級 SUV にレンジローバーのみたる、両者の区別は容易だったが、ランドローバー第3のモデルとして、1983年、ディスカバリーに登場したことを受け、混乱を避けるため、1991年、90、110、127名称をデフェンダー、90、110、130に変更した。127は軽量級130となったが、ホイールベースの変更はない。フロントのバッジもディフェンダー、90、110、130となった。2007年モデルからフロントバッジが何も描かれなくなり、ボンネット全部でランドローバーとレンデリングされるようになった。アリアの新しい、ディスカバリーと描かれたバッジが付く。現在ではバッチにホイールベースに数字は書かれなくなったんですね。で、アメリカの上位クラスでは北米仕様 NSU のディフェンダーが1989年から1997年にかけて販売されたが、90および110はわずかず単にランドローバーとして、まあ、販売されているとい、うことなんですね。で、このランドローバー90、110、127という車はですね、後にディフェンダーとして知られるモデルの生産は1983年にランドローバー110として始まった。名前は単純ホイールベースの長さが110インチ、2795メートルであったことになります。93インチ、2362メートルランドローバー90と127インチの3226メートルランドローバー127がそのことを示した。ランドローバーシリーズ3との外見上の変化差はほとんどなく、フルレンズのボンネット、グリル変更、ホイールアーチ拡張が最も順調に変化であった。エンジンやボディパネルはシリーズ3からキャリオーバーされたが、機能的に以下のようなものを考えているんだ。コイルスプリング、フルタイムホイールベリー、モダンなインテリア、ワンピースの、ミントシールドのスクリーン、それに加え将来のための、パワフルなモダンなエンジンが設計されている。で、110は1983年に登場し、続いて90が1984年に登場。1980年からドアウィンドウがレギュラーワンドによる幕開け式となり、シリーズ3と初期の110は式外なのだ。2.5 リットル51ベリーズエンジンを搭載され、このエンジンは以前の 2.3 リットルに、改良型であったが、より近代的な燃料噴射システムが搭載され、性能が向上された。
レンジローバーの 3.5 リットルローバー V8 エンジンの出力を下げたバージョンが5速トランスミッションと組み合わされて採用されているものですね。で、私が思っているこのもっと短いやつは、ランジディフェンダー90と呼ばれてまして、その後ディフェンダーというやつなんですね。で、それの90というのがこのもうちょっと短い、昔マジョレットで販売されたやつですね。おそらく今でもあるんじゃないかなと思うんですが、ロングのやつは、このロングのやつは90、110、120かな、ややこしいんですが、ランドローバーの、で、短いやつはディフェンダーというやつ。ですから、なかなかこのちょっとしたその、ややこしいんですから、見た目が全く同じ顔してるんで、ちょっとややこしいんですが、そういう違いがあるということですね。ですから、この力強いエンジンね。いかにも見る感じにもノンクレスみたいな感じと、もういかにも古臭いっていう感じがね、出ているんですが、それこそ我々どことなくベルセデス・ベンツの G バーゲンを意識しているような、デザインです。おそらくはそのメルセデス・ベンツの G バーゲンというのを、やはりその、これもやっぱり軍用に使われている車なんで、同時にあの軍用に使われた車を多分モデルに参考にしているんではないかなといったところがわかります。でもなかなかこの力強くギューッとこう走る姿というのがいかにも四駆らしくて、そういうところがこう男らしさというか、そういうところがやっぱりいいなと思うようなデザインですね。なんで、こういったロングドライブというのはなかなかこれ迫力があってですね、いいですね。見事にこのランドローバーという特徴を、ディフェンダーの特徴をよく捉えているなという感じなんですが、なかなかのこう面白いですね。で、こういう風になっていまして、で、こう、武骨の形というかね、それが見事にですね、ホイールが本当これ地味な補助で入っておりますけども、こういう風なね、派手なホイールではなくね、地味なホイールを履いててですね、真っ黒いあのホイールっていうかね、いかにももう車ですみたいな感じのホイールが履いていますけども、なかなかね、そういうところがいい。だから、かえってこう、よくに派手なホイールなんて履かせない方がいいのかもしれないですね。かえって四駆に派手なホイール履いてると、かえってすぐ汚れちゃうからね。だから、かえってもったいない感じがするんで、かえってこういう地味なホイールの方が、良いのかもしれませんね。ですから、そういう面でもなかなかこれ軍用車としても使われてるんで、イギリスのね、軍用車としても使われてるんで、なかなかこういった車というのも、非常にこう魅力的があってね、いいんじゃないかなというふうに思う車です。どうもありがとうございました。